江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、結構国内の話題なんですけれども、中国語のせいで気分が悪いと客ブチギレるもよく見るとというね、記事でございます。まあね、中国語のせいで気分が悪い、私は中国語よりも警告語の方が気分悪いですけどね。まあ気分悪くてもやってますけども皆さんもそうじゃないですかね。某スーパーに行ったりするとなんかね、見たくないものを見ちゃうとかありますよね。駅とかありますよね、気持ちはわかる、気持ちはわかる。はい、で今回この話見ていきましょう。くーちゃんお願いします。ある自営業者が C 国語が書かれた箸のせいで気分が悪かったとして星1点を与えたお客さんがいたという話を伝えると、ネチズンたちが興奮した。箸に書かれた文字は C 国語ではなく日本語だった。おそれだけでなく、客が使う箸を丁寧に呼ぶ言葉だったからだ。自営業者 A 氏は16日、ある自営業者オンラインコミュニティにこのようなレビューを受けたことがありますかという掲示文を通じて、お客様が残したレビューを公開した。A 氏が公開した写真によると、お客さんは星占い一つとともに C 国語の箸のせいで気分が悪いと書いた。このような文に A さんは申し訳ないが日本語だ意味は客の箸に対する丁寧な言葉であり、偽用箸の中で高い箸と答えた。それとともに、この箸は渓谷で製造されており、費用を離れて最高のサービスとしてもてなそうとしたが、こういうレビューは初めて受けて非常に当惑していると話した。A 氏によると、使い捨て箸の包装紙にはお手元という日本語が書かれている。この単語は客が使う箸を丁寧に呼ぶ言葉だ。A 氏はこれまでいろいろなレビューを受けてみたが、このようなとんでもないレビューは本当に初めてだ。私たちがミスしたわけでもなく、対処できるなら対処するのに、そうすることもできず、むやみにあんなやり方をされて本当に当惑していると吐露した。このような書き込みを見た他のネチズンたちは、あんな風にレビューテロをするレビューテロリストのようだ。あんな人たちのために平均母子点が低くなるのはとても虚しい。日本語、C国語も区分できないのに、あのようにレビューを残すなんて本当に情けない。などの反応を見せた。はい、ということでね、ひらがなでしょ、書いてあった。じゃあですね、こちらに対して警告の反応見ていきましょう。はい、こちら1人目。半中半の日は賢い人だけにしよう。100。漢字で書いてあったら無知だなと思わないが、ひらがなと簡体字も区別できないくらいなら外の世界を見ないで暮らしてたのか。22.1。私無知ですと自慢するのか。じっとしていれば中間ぐらいにはいけたのにね。13.0。無知なら勇敢という言葉がわけもなくできたんじゃないね。7.0。中国語でも日本語でも渓谷の製品ならハングルを使うなりしろ。3.0。ところで、なぜ日本語を使ったのですか。2.0。国民漢字教育を基本にしろ。2.1。ライバル会社かな。1.0。日本語ぐらい区別できないかな。反日親中する左派が一種の自作自演を行ったのかな。9.9。もっとも、そんな状況を作った事業主にも問題があるようだ。そのままハングルで書けばいいのに。6.6。寿司屋なのかね。なんだろう。日本人客が多いお店みたいですね。あえて日本語を箸に書いたのは日本人のためだと思いますね。ハングルで説明を表記すれば誤解が生じません。若い人たちは日本語なのか漢字なのかわからないかもしれません。1.4。新日土着はこう。1.5。まあそう言われてもしょうがないよなはい、じゃあですね、チャットの反応いきましょう。だってさ、逆に考えたら、日本で普通にお店行って箸にハングル書いてあったら、まあドン引きだよな確かにこっちもおでんご聞くと気分が悪くなるんですが、どうしてくれます。お前らの喋りも気分が悪い。ハングルを C 国語風に書いたものだった。ああ、俺も月花のおでん文字メニューは気分が悪いわ。我々は渓谷語のせいで気分悪いよ。マーシー国語も不愉快だけどな。
道路標識 JR の案内板のハングル見たら吐きそうになるんだが、わらわら。グミに警告語書いてあって買うのやめたのはある。半日で星5に格上げしたまでがデフォ、かっこ笑い。C 国語見て興奮しちゃったの。それなんフェチなの。日本もあっちこっちにハングルあって気分悪いんだけど。なんで日本語書くんだよ。日本に巻き込まれ事故で笑った、わらわら。てか、勝手に日本語使うなよ。ひらがなでお手元じゃないよな。日本語と知ってもっと気分悪くなるんじゃない？あれだよね、お手元で使うなよ。ステンレス鉱山から作られた箸を使っているだけあるな、わらわら。日本語使った商品使うのが店側の過失、軽の店だろ。あなた方は自分の意思で漢字を捨てたんでしょ、今さら日和言った。でも日本の料理屋に入っておでん文字のお箸が出てきたら料理の品質や衛生面を危惧しちゃいそうだな。自分なんか、これ経営者誰みたいな感じになるね。そんなレビュー無視すればいいんじゃね。批判レビューが一つ二つで人が集まらないないのならそういう店だってことだろ。お前ら欧州で警告のりに日本語で寿司用のりって書いてるだろうがよ。日本語の方が売れるもんね。ハングルはどうかわからんが、なんなのかね。なんかちょっとおしゃれなイメージあんのかね。箸におでん書いてあったら注文する前に帰ります。英国のお葬式の花輪とかって感じでしょ。なんかフォーマルな印象あるみたいでしょ。どん引くだろうけど、それやる日本の飲食店が長くできるかな。欠陥言語もまともに読めないからな、わらわら。生活できてるの、わらわら。日本で日本料理でハングルとかはありえないだろ、わら。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ではまた。